おかげまいり、おかげまいりは、江戸時代に起こった伊勢神宮への集団参詣。おかげもおでとも、数百万人規模のものが、およそ60年周期、おかげ年というに3回起こった。お伊勢参りで抜け参りとも言う。おかげまいりの最大の特徴として、奉公人などが、主人に、無断で、または、子供が親に、無断で参詣したことにある。これが、おかげまいりは、 抜け参りとも呼ばれるゆえんである。大金を持たなくても、新人の旅ということで沿道の施しを受けることができた時期でもあった。江戸からは片道15日間、大阪からでも5日間、名古屋からでも3日間、東北地方からも、九州からも三宮舎は歩いて参拝した。道の区国構えし、岩手県からは100日かかったと言われる。アマテラス大臣の神社として、区 呪家、武家が、家事祈祷を行っていた伊勢神宮だったが、中世の戦乱の影響で領地を荒らされ、式年仙宮が行えないほど荒廃していた。その伊勢神宮を建て直すため、神宮で祭祀を取り行っていた、腰しわ下空に祀られているという家大御家を広めるため、農民に伊勢神宮へ参詣してもらうように暦を配るなど、各地へ布教するようになった。中世には、 現世に失望し来世の幸福を願い、たくさんの人々が寺院へ巡礼した。やがて神社にも巡礼が盛んになった。街道の関所が天下統一により撤廃され、三景への障害が取り除かれた。江戸時代以降は五街道をはじめとする交通網が発達し、三景が以前より容易となった。世の中が落ち着いたため、巡礼の目的は来世の救済から、 現生利益が中心となり、観光の目的も含むようになった。米の品種改良や農業技術の進歩に伴い、農作物、特に江戸時代の税の柱であった米の収穫量が増え、農民でも現金収入を得ることが容易になり、商品経済の発達により現代の旅行ガイドブックや旅行機に相当する本も発売された。当時、庶民の移動、特に農民の移動には、 厳しい制限があったが、伊勢神宮三景に関しては、ほとんどが許される風潮であった。特に商家の間では、伊勢神宮に祀られている、天テラス大臣は商売繁盛の守りでもあり、農家の間では、五穀豊穣の守り神でもあったから、子供や奉公人が、伊勢神宮三景の旅をしたいと言い出した場合には、親や主人はこれを止めてはならないとされていた。また、たとえ親や主人に、 無断でこっそり旅に出ても、伊勢神宮三景をしてきた証拠の品物、お守りやお札などを持ち帰れば、お咎めは受けないことになっていたという。また、庶民の移動には、厳しい政権があったと言っても、伊勢神宮三景の名目で通行手形さえ、発行してもらえば、実質的には、どの道を通って、どこへ旅をしても、あまり問題はなく、 三景を済ませた後には京や大阪などの見物を楽しむものも多かった。流行時にはおおむね本州、四国、九州の全域に広がったが、北陸など、新州の信徒が多い地域には広まりにくかった傾向がある。死人が生き返ったなど、他の巡礼にも付き物の,の説話は数多くあるが、巡礼を拒んだ、新州京都が神罰を受ける話がまま見られる。一番多いのは、 お札振りである。村の家々に、神宮大麻、お札が、天から降ってきたという。これは、伊勢信仰を民衆に布教した、腰、口術がばらまいたものだとも言われる。伊勢神宮三景は、多くの庶民が一生に一度は行きたいと願う、大きな夢であった。しかし、制度上は誰でも伊勢神宮三景の旅に行くことは、可能だったとはいえ、 当時の庶民にとっては伊勢までの旅費は相当な負担であった。日常生活ではそれだけの大金を用意するのは困難である。そこで生み出されたのがお伊勢港という仕組みである。港の所属者は定期的に集まってお金を出し合い、それらを合計して代表者の旅費とする。誰が代表者になるかはくじ引きで決められる仕組みだが、当たったものは次回からくじを引く権利を失うため、 公の所属者全員がいつかは当たるように配慮されていたようである。くじ引きの結果、選ばれた者は公の代表者として異性旅立つことになる。旅の時期は農寒期が利用される。なお、公の代表者は道中の安全のためにに三人程度の組で行くのが通常であった。出発にあたっては盛大な見送りの儀式が行われる。 また地元においても道中の安全が祈願される。参拝者は道中観光しつつ、伊勢では第三者として、皆のことを祈り、土産としてお払いや新品種の農作物の種、松坂や京都の売り物などの伊勢金利や、道中の名産品や、最新農物産、軽くてかさばらず、壊れないものがよく買われたを購入する。無事に帰ると、帰還の祝いが行われる。江戸時代の人々が貧しくとも、 一生に一度は旅行できたのは、この、公の仕組みによるところが大きいだろう。また、この、老伊勢公は、平時においては、神社の宇じ子の共同体としても作用していた。老伊勢公は、機内では、室町中期から見られた現象だが、全国的になったのは、江戸以降である。江戸時代が過ぎてもこの仕組みは残った。なお戦後は公を賭博行為とみなした GHQ により、解散させられた。 無人公を参照。しかし、地域によっては現在でも活動を続けている伊勢公もある。伊勢神宮参拝は、数年に一度行うのみとして、簡素な遠赤のみを毎年行う習慣が、残存している地域もある。お伊勢公がなかった地域では、周囲からの選別が、旅行費の大半を占めていた。腰が、産業の大御神であるというけ大神を、 農民に広めたのがおかげ参りのきっかけである。腰は数名ずつのグループに分かれて各地に散らばり、農村部で伊勢歴を配ったり、豊作祈願を行ったりして、その年に収穫された米を初捕虜として受け取ることで生計を立てていた。伊勢神宮の神田には全国から稲穂の種が集まり、参偶した農民は品種改良された新種の種を持ち来た。江戸時代も中頃になると、 農業技術の進歩により、農家の中に現金収入を得られる者が増え、新たな知識や見聞、物品を求めて旅をしようと思い立つ者が現れるようになった。しかし、農民の移動に規制があった江戸時代に旅をするには、それなりの理由が必要で、その口実として、伊勢神宮三景という名目が使われるようになった。当時、 他藩の領地を通るために必要不可欠な通行手形の発行には厳しい制限があったが、伊勢神宮参詣を目的とする旅については、ほぼ無条件で通行手形を発行してもらえたためで、ある、このほかに、善光寺参詣や日光東照宮参詣など自社参詣目的の旅については、おおむね通行手形の発行が認められていた。通行手形の発行は、 在住地の町役人、村役人など、集落の代表者、または、菩提寺に申請た。この口実には、ご市が各地の農民に対して、伊勢神宮三景の勧誘活動を行っていたことも、理由になっていたようである。こうして、伊勢に旅立った者は、伊勢滞在時に大抵、自分たちの集落を担当している、ご市のお世話になっていた。ご市は、 伊勢参拝に来る人をもてなすため、自分の家で宿屋を経営していることが多かった。腰の宿屋では清掃した、腰によって豪華な食器に乗った、伊勢や松坂の3階の珍味などの高性な料理や、家具でもてなし、農民が住んでいるところでは使ったことがないような絹の布団に寝かせる、など、参拝者を飽きさせないもてなしを行った。また、伊勢神宮や伊勢観光のガイドも務め、 参拝の作法を教えたり、伊勢の名所や、観楽街を案内して回った。この時、豊家大御家が祀られている下空を先に参拝し、天照大御神が祀られている本殿の内空へ、向かうしきたりで、下空先、祭りという、おかげ参りに行く者はそのものが属する集落の代表として集落から集められたお金で、伊勢に赴いたため、手ぶらで帰ってくることがはばかられた。また、 当時、最新情報の発信地であった、お伊勢さんで、知識や技術、流行などを知り、見聞を広げるための旅でもあった。おかげ参りから帰ってきたものによって、最新のファッション、例、最新の織物の柄や農具、例、新しい品種の農作物がもたらされる。身に代わって、手動式風車で起こした風でも身を選別する、遠見が広まる、音楽や芸能。 伊勢温度に起源を持つ株が各地に広まるが、実際の品物や高等、紙に書いた旅の記録によって各地に伝わった。これが選別や土産の始まりであるという説もある。年号のみ、記載のあるものは厳密にはおかげ参りではないが、軍産の顕著な年である。おかげ参りの前段階として、集団参詣が数回見られる。明治に入り、明治天皇が 伊勢神宮へ行行したのをきっかけに、伊勢神宮の性質が変容し、さらに、明治政府が五死の活動を禁じたために、民衆の伊勢神宮への参拝熱は冷めてしまった。おかげ年にあたる明治23年、1890年の新聞には、おかげ参りの面影も、なしという内容の記事が掲載された、NHK 教育テレビ、知るを楽しむ歴史に、好奇心10月放送文より、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。